今から十何年前かな、僕がね、大学1年生の時に1ヶ月だけバンクーバーに語学留学行ったんですよ。で、それは大学の、僕がその当時通ってた大学の、語学留学プログラムみたいなのがあって、それに参加したわけですけれども、期間は1ヶ月で、当時僕は英語に関して言えばもうね、ほぼ何も喋れない状態。中学高校6年間で、一応義務教育なのか、そういった形で、英語、皆さん勉強してたと思うんですけれども、それぐらいしか勉強してなかったんで、単語文法は一応中学生ぐらいまでのレベルであればちょっと分かってるかなっていう程度で、スピーキングに関してはもうほぼ壊滅みたいな、そんな状態で、1ヶ月間、バンクーバーの方留学行きました。で、留学先は、バンクーバーにある UBC と言われるユニバーシティ・オブ・ブリティッシュ・コロンビアっていう結構優秀な大学らしくて、そこにある ELI っていうね、イングリッシュ・ラーニング・イッシューだったかな、その英語を母国語としない人たちが通う施設で、そこである程度の基準点を超えるとその UBC に正規入学できるっていうところなんですけれども、そこに一応語学学校として僕は1ヶ月間通いました。1ヶ月なんで別に正規入学目指してるわけでもなく、ただ1ヶ月通っただけです。で、1ヶ月僕はその当時全く英語が話せない状態で行ったわけですけれども、結論から言うとマジで授業ついていきませんでした。で、もう初日、テストがあったんですね、クラス分け。で、午前と午後でそれぞれ、どういう基準なのかちょっと分かんないんですけど、それぞれクラスがあって、午前中が下から2番目だったかな。で、午後が下から3番目かな。全部で6クラスか7クラスあった中のお話です。で、そこで授業を受けたんですけれども、もう先生がね、何言ってるかさっぱり分かんないし、もう授業もさっぱり、もうちんぷんかんぷんで、はっきり言ってね、その1ヶ月間で英語力が伸びたかと言われたらほぼ伸びてないです。もうついていけなさすぎて言ってる意味が分かんなくて、俺これ勉強してる意味あんのかなって正直思ってしまいました。で、もうほんと授業ついていけなくて、あ、やべえなと思ったんですけれども、だからといって、その留学結局1ヶ月終えて、留学行った意味が、その英語を全く話せない状態で、たった1ヶ月間留学行って全く意味なかったかと言われたら、それはちょっと違うかなっていうのを思いました。英語力に関して言えば、たった1ヶ月で語学力向上っていうのは全く見込めなくて、はっきり言って意味なかったです。ただ、その1ヶ月間ね、その留学生活を経て、その留学期間では英語を話すわけですよ。生活のためだったりとか、授業とかでも先生が英語を、話しまくるんで、それになんとか英語で答える必要があるわけですよ。で、結果的に英語は使いました。で、その英語力向上というよりも、自分があまりにも英語ができなさすぎるがゆえの危機感みたいなものをものすごく感じて、結果的に、留学中もちょっとやばいと思って結構英語勉強したんですけれども、それ以上にその留学生活を終えて日本に帰ってきてから、すごい英語を勉強するようになりました。だから、そういったのも込みで言えば、その全く英語ができない状態で1ヶ月間そのバンクーバーに留学行った意味っていうのはあったかなと思ってます。で、これなんでこのテーマの内容をお話ししたかというと、結構全く英語ができない状態で留学行く意味あんのかみたいなことを、ちょいちょい聞かれたりするんで、これはあくまでも僕が感じたことであって、あくまでもほんの一例なんで、他の人はね、いや行っても全く意味ないよとか、いやいや全然全く英語できなくても全然大丈夫だよとか、いろんな意見あると思うんですけど、あくまでも僕の体験談に基づく、意見です。だから、結論から言うと、語学力に関してはね、その全く英語ができない状態でたった1ヶ月行ったところで全然伸びないです。だけど、
そのまあ何だろう、自分の不甲斐なさとかそういったものを感じて、留学中だったり帰国後に自分で英語を勉強しようっていうね、モチベーションはものすごい上がる人もいると思います、僕みたいに。まあ逆にも諦めて、ね、何も英語もう英語いいやみたいな感じになっちゃう人もいるかもしれません、というお話でした。